あ、自分浮いてるなって感じるなんですよ。そうなんや。3、4試合、まあもう、てか俺は何に悩んでるんやろうっていうのも、シャキが行く。本日はセレッソ大阪キャプテン、そしてヤンマーアンバサダーを務める清武宏選手にお越しいただきました。ありがとうございます。おはようございます。ようやくシーズンも終わって、はい、先月の11月12日お誕生日ということで、はい、おめでとうございます。33歳、はい、ゾロ目です。本日は今シーズンのセレッソ大阪についていろいろ聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。まずは、今シーズンの自身を振り返って、まあ自身、まあ個人成績、自分のですね、うん、まあ、キャプテンっていう役割で、まあ、どんなことをこうしてしたのかな、したというかな、まあ、ちょっとキャプテンを外して、まあ、自分だけを見ると、うん、まあ、やっぱね、またかっていう感じの怪我を、うん、怪我で結局何ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいですか、うん、休ん3ヶ月、まあ、2、3ヶ月ですよね、うん、離脱もしたし、なんでまた怪我してか、やっぱいい時に怪我しちゃったんで、うん、なんかそれもあって個人的には満足のいくシーズンではなかったかなとは思いますけど、チーム全体、キャプテンとしての役割とかチーム全体を見たら、やっぱり自分とかなしにして、うん、いいチームをできたと思うし、チームとしてはもうすごくいいシーズンだった、うんうんうん、まあ、タイトルは逃しましたけど、リーグが5位、うん、で基本的にやっぱ最後の最後まで3個のタイトルを、うん、そうね、はい、狙える位置にいたんで、まあ、いいシーズンだったんじゃないかなと思います。いやだって俺今年だから帰ってきて、キャンプ帯同してんか、うん、いや器用のプレー見て震えたもんな、ちょっと質の高さに。いやいや、シェイさん、いや、なんなんこいつと思ったんすよ俺も。いや、それがね、あのね、また味を出してきたというか。いやでもなんかあれっすよね、経験っていいなって思います。いや、そうやろ、はい、いや、またね、多分またサッカー面白くなってきたんちゃうかなって思った、こう違う次元で、うん、その時にね、また怪我もするし、うん、ね、なんかついてないって言ったらあれですけど、なんかそれだけで終わらせたくないですけど、まあね。いやだから俺その清水戦かな、あの怪我した時、はい、あのプレーなんて俺すげえなって思ったよ。何がすごいって、あそこでやっぱね、運べるとか状況判断して、あそこだって蹴っちゃえば楽だったけど、ね、あそこを別に無理やり剥がすじゃなくて、あのファウルさえなければ大チャンスになってて、っていう判断が俺めちゃくちゃすげえなと思って、なんかペナルティーエリアでもフリーやと思ったら、うん、やっぱこう運べるしパス探せるし、めちゃくちゃ褒めてくれるんですか。いや、ほんまに俺びっくりしたんよ。え、あ、ホーム？ホーム。ホームですよね。うん。でもまあその試合の振り返りはまたやるけど、しかもなんかこうセレッソ、まあ木を含めてさ、まあ新次で陽一郎だったり、また匠もそうか。こうまあいろいろ若かったやつがこう言ってる中で、木尾が俺一番ボール欲しがるなとずっと思ってて、現役中から。おお。なんかやっぱここではボールいらんなっていう時はみんなこうある、なんか隠れはせんで、もちろんな、ただいらんみたいなジェスチャーだったり、ただ器用だけは大丈夫そこでもらえるっていうのいうのが俺その一緒にやってる時から思ってて、めちゃくちゃボール好きやな。ボールでもね、ボールみんなでもそうじゃないですか。いや基本的にはそうやけど、ボール触らないとリズムできないし、うん、けどその一番上におるんが器用かなっていう、なんかその密集でもいいよ、当てて大丈夫やからみたいな感じのことをするのが器用かな。なんかそのはらんでも外っかに、はいはい、なんか神事とか外に、実はね、外でまずもらったりとかして、そこから、まあ、思いっきり引いてきたりとか、はい、そういうのはこうやるのは分かるよ。ただこう密集地だったり
っていうとこで、いや大丈夫、こっちが苦しい時にお前も苦しいけどパス出していいかみたいな時に大丈夫ですみたいな、っていうのが今じゃ取られますよね。いや取られる取られへんしてもさ、その受けに来てくれるっていうのでさ、でもどうなんかな、好きなんですよねやっぱ。そうやな、はい、めっちゃそういう密集とかで受けるのが、ね、ボールが来てなんぼみたいな、うん、触ってなんぼって、ね、そうそうそう、だからその感覚でよくは、それはやっぱこう、でも周りにいますからね人、うん、したら使いやすいです。俺基本的に来てもなんか背負ったりはしないから。いやしてるよ結構、基本的に結構パッてはたいちゃうから。いやだからそれが多分選択肢として持ってるから、うん、ダイレクトプレーだったりフリックをできるから、こういろいろこう、うん、どういうとこでも顔出せるというか、それはあるかもしれないですね、うん、上から見ててボール受けたすぎて右サイドから左サイドって、左サイドからもう一回右サイドとか行ったりするやん。絶対やっちゃいけないです。あれ何をしてるの今。絶対やっちゃいけないですよそれ。ああそう、ポジション的にポジションのだってしんどいというか、なるべくあれになったじゃないですか、あのポジション取るサッカーに今は移行してるじゃないですか、まあうん、前はやっぱあの二十歳で来た時とかは、うんうん、レビーだったから、うん、もうどこでも、そうやね、誰がどこに動いてもいい、で誰かがそこ埋めればいいみたいなやったじゃないですか。でも今はこう基本的に守る、うんうん、で逆に動きすぎたら、うん、いなくなるからみたいな、うんうんうん、そこが大きく変わりましたよね、うん、まあセレッソもそうやし他のチームも、うん、なんかバーって動いてる選手いないじゃないですか、うん、あんまり程度ポジション守りながら、はいはい、守りつつやるみたいな、まあ、こうリスクマネジメント的な守備位置を取りつつってことだな。そこがいなかったらそこからもうやられるみたいなのもあるから、うん、けどまあね、もう見ててもちろんね、どっちがいい悪いじゃないけど、うん、俺は好きか嫌いかで言ったらやっぱそうやってボールに受けに行く動き、うんうん、まあ、それがそういうことをやってることによってこうサッカーがよりダイナミックに見えるというか、ね、その動きでまたこうまあおとりじゃないけど、うん、そこで釣られたところに入れるとかっていうので、うん、そうそう、めちゃくちゃこう俺は好き、めちゃくちゃきついですけど、それがめちゃくちゃきついやろ、アホかなと思うよもう今動けないっすもんそんな、だってまあ今シーズン、まあ、リハビリの時だったり、まあ、そういう気持ち的な部分でなんかこうどういうことを考えただったりと、まあそうですね、今シーズンのその、まあ、肉離れも、うん、まああれはもうね、俺は相当そういう印象が強いんで、まあ、あれは、まあ、しょうがないと思ったし、そこは何も思わなかったんですけど、やっぱりホームの清水戦の、あの、自分も初めての怪我だったんで、うん、初めての場所か、うん、でそんな別に名前も知らないとこだったんで、いやこんなんが長引くんかなって思ったら、やっぱ正直今でも痛いんですよ。あそう、はい、全然痛くて、その疲労が溜まったり、うん、ちょっと芝が硬かったりしたら、やっぱ次の日寝起きの一発目が痛いって怪我するとき言うじゃないですか、怪我したり関節とか、でもそれやっぱこう踏むときやっぱ痛いんですよ。でやっぱり足引きずってたりもあるし、うん、やっぱリハビリはしんどかったですね。痛みがいつ取れるみたいな、なんか言ってたもんな、なんかこう、どう、なんか1週間ちょいぐらい経ったときにどうか、いやもう全く最初と一緒ですぐらいの感じだった、本当全く変わんなかったから、で走り始めても痛い、ボール蹴るの痛い、ターンするの痛い、もうなんかステップもしたら、その逆足にやっぱ来てるから、そう、あバランスが壊れて、でやっぱリハビリの過ごし方も、そのいや時間が解決してくれって言うけど、このまま言っても今年は治らんよなみたいなやっぱ気持ちもあったし、それぐらい、はい、だから今もだから全然痛いから、でもその中でこうチームがあのいい方向に進んでたじゃないですか、うんうんうん、でサッカーもこうスタイルがちょっと変わって、はい、ハイプレッシャーになって、うん、でその中にこうパンって入れられて、うん、俺が途中で入って復帰して途中で入って、うん、3連敗ぐらいしたんですよ多分、逆転されて、うんうんうん、あったね、でもめちゃくちゃ悩みました、まあ入りにくいよねやっぱ、その言ってもハイプレッシャータイプじゃないし、うんうん、その求められてるものも分かるんです、うん、ですけど
それができなかったから、うん、自分の足も痛かったし、だから自分にやっぱイライラしたし、自分がその監督が求めるサッカーを体現できないっていうのにもやっぱ腹が立ったし、だから自分がこう何ができるんやろみたいな、何をしたいんやろっていうので結構悩みましたから、復帰してから、復帰もそうですね、復帰してから相当悩みました。今シーズン一番悩んだかもしれないです。あ、そう、怪我で、怪我で、その怪我でサッカーのスタイルが変わったっていうのに自分がこう合わせれない自分、こうできない自分がいたから、そこに相当悩みました。いや、それはちょっとびっくりしたな。なんか、まあ、見てて、まあ、だから木を一人入ったからってなんかチームがどうなるっていうわけでもないし、はい、結果出へんかったからさ、どうのって器用だけのせいじゃ全くないわけやんか。まあそうですね、うん、でもこう作り上げてきた、怪我して、うん、こうみんながこう作り上げてきたチームにパンって入った時に、うん、やっぱ浮いてるんですよね。あ、自分が浮いてるっていう感じがやっぱ感じるんですよ、すごく、うん、そのサッカー、みんながやってきてるサッカーに対して、うん、あ、自分が入ることによって、あ、俺もプレッシャー、やっぱハイプレッシャーいかないといけない、うん、けどそこ剥がされたら、うん、やっぱでもジョーとかムツみたいに、うん、まあ、そこまで足も速くないし、こう強度高く、うん、もちろん行くのはやるのはやるんですけど、うん、こうやまた違ったプレッシャーのかけ方じゃないですか、うん、でもそこじゃないんやろうなっていうのも自分でこう勝手にはこう思ってたし、だからこうパッて試合に入っても、あ、自分浮いてるなってやっぱ感じてたんですよ。そうなんや、はい、3、4試合、まあ、もう正直シーズン終わるまで感じてたんですよ。へ、うん、自分のプレーじゃないけど、あ、自分がポンポンってやっぱ入れられて、うん、あ、なんか違うみたいなって感じでした。企業でもそんな思うねんな。いや、今シーズンなんか相当ない、まあ、悩みじゃないんですけど、どうしたらこうだ、それに合わせないといけないという自分もいるし、うん、こう自分のサッカー感もあるし、うん、こう経験もあるし、うん、今こういうプレーした方がいいんじゃないかなみたいな、うん、チーム全体を見ながらけど、うん、主流はハイプレッシャーだから、うん、やっぱ変わった選手、フォワードが2枚変わってフォワードが、うん、俺とブルーノとか入るわけじゃないですか、うん、ってことはサッカーはそんな変えないスタイルでやっぱ行かないといけないから、うん、でもまあ後半みんなしんどいし、うん、前から追ってもどうなんやろう、でもこう求められてるのはやっぱこうハイプレッシャーやな、うん、とかこうやりながら考えたらやっぱ負けたりするし、うんうん、そこで相当悩みましたね、うん、怪我から復帰してからはだからやっぱ結構悩みながらサッカーしてた感はありますね、うん、相当。いや、それはちょっと知らんかったし、俺は言うたらもうもっとこうシンプルに考えてほしいなみたいなのが、うん、あったというか、そう、今話聞いてね、はいはい、いや、キヨのプレーを見たいね、うん、みたいな、そういうキヨのサッカーを見たいから、そのチームにどうの、もちろんそれは大事で、そのチームっていうのは大前提やけど、もっとこうキヨがやりやすいように、多分そうしたら周りも多分ついてきてくれると思うね。いや、なんかみんなやっぱシャケさんみたいに言ってくれるんですよ、うん、でもまあ父親もそうだし母親もそうだし、うん、でお兄ちゃんとかも、うん、でそのもう今 SNS があるからそういうのもこうコメントできたりはしてくれるんですけど、自分がこうドイツとかスペインとか、あの、まあ言ったらレビーとか、じゃユンさんとかロティーナとかから、あのオリンピックの関口さんとか、あ、関塚さんか、関さんとかから使われてたって考えた時に、なんで俺ってこうやってドイツの時本当に4年で監督10人ぐらいやってるんで、でも全部出てるんですよ試合、なんで俺って出たんやろなと思ったら、やっぱりその監督が求めるサッカーを体現できてたんやなっていうのはあるんですよ。だからどんどん監督が変わったとしても常にこう合わせれて出れたっていうのが感じたんですよ。って考えた時にやっぱり俺も今小池さんの、うん、小池監督のサッカーに合わせないといけない、うん、自分がやんないといけない、うん、っていうのを考えすぎ、うん、考えてて、うん、
でシンプルに俺は使われてないと思ってたんで、うん、そういうサッカーに対して、うん、だからあ自分ももっとやんないといけない、うん、プレッシャーに行かないといけない、うん、っていうのを考えたんですよね。重きに置いちゃったというか、はい、そうそうそう。でもやっぱそういうふうに釈さんとかから、うん、いや清のやりたいように、うん、こうまあ規律を守りつつ清のやりたいようにやった方がいいよってやっぱ言われたりもするんですけど、うんまあ、だからそれで整理というかすり合わせがうまいことそこができなかったですね、うん、自分の中でっていうのがまあ今シーズン、そうです、今シーズンの俺の、まあ、自分自身の総括っていうかそんな感じですかね。すごいな、それはまあそういう経験、そういうことが起こるってことは、まあ俺なんて、まあ、鹿児島でも、まあ、そういう感じもあった。やっぱフレッシュな若い選手がいてて、うんうんうん、まあ、自分がやっぱそれができないと、うん、った時に、いやけど俺はこれができるっていうのをなんか、まあ、うまくこうやっていて、それがちょっとできない、どっちかがもう完全にバランス崩れたらもう引退ってなったから、はいはいはい、まあ、まあそう考えるということは重要だし、その清がいろんな監督で使われてたというのは、まあ絶対清はそのサッカー IQ というか、うん、そのサッカーのことに対してすごい頭がいいと思うね、うん、だからまあその小池さんのサッカーってこう一言で、まあ、というサッカーが、まあ、練習やりながらとか、うん、まあ、そう試合見ながらで自分の中でこれをできやんかったら、うん、今のサッカーには入る資格がないみたいな感じに思ってるかもしれんけど、うん、まあ、もっとこうね、そのいろんな人のアドバイスを ね聞きながらとかこう整理すり合わせができたら、なかなかだから今シーズンそのすり合わせがうまくいかなくて、あそんなやったんや、俺 それでだから終わっちゃったなっていう。じゃあやっぱちょっとじゃないかな、結構もどかしさというか、いやもう相当ありました。へえ、この年で相当悩むんやなって思いましたもん自分で。分かる、分かるというか、なんかなんでこんな悩んでるんやろうってやっぱ思いましたけど、てか俺は何に悩んでるんやろうっていうのもあもうそ、いや結局、はい、サッカー好きやのに、うん、なんで俺こんなに悩まんといけんの、うん、みたいなのもあったし、また違った悩みというか、はい、違った、ね、若い時とは、はい、そうそうす、まあ、キャプテンっていうのも、はい、そんな、でもやっぱこうキャプテンだからチームとしての役割もやっぱ果たさんといけんし、うん、っていうのこう3つ4つのすり合わせがなかなか自分の中で整理がつかなくて、うん、でもこうやっぱ試合には勝ちたいし、それをしないとやっぱ試合には出れないし、っていうのもあったし、まあ、その怪我の時だったり、まあ、今いろいろだけど、まあ、前熊選手前に聞いたんやけど、はい、なんか怪我してた時、あの清がね、はい、オーラの時セレッソのまあロッカールームとか雰囲気めっちゃ静かやったらしくて、はい、今日帰ってきたらすっごい賑やかになってうるさくて、なんか存在感がすごいですっていうのをマイクからこう聞いたりだったりとか。何の存在感ですか、俺ヘラヘラしてるから。いや確かになんかうるさかったよな、お前の周り常にうるさいですね。まあ、そうやっていろいろね、キヨの存在感とか、まあキャプテンとしてっていうか、まあキヨっていう人柄に対してっていうことなんやけど、ボランチやってる時さ、やっぱこうすげえなっていうくさび何本か通してるわけよ。なんか俺はあのくさびを当てて、この当てられたとこにキヨ自身がほんまはいてたいんちゃうかなと思った。俺はそうっすよ。あ、そう、はい、なんか俺はだってそういうくさびを濃いと思ってるパスをこいつはずっと出してるのかな、狙ってるなっていうのは、俺はもうやっぱ一個前でしたいから、うん、あそこに自分がもらうのか3人目でもらうのか、まあ、確かにちょっとまあくさびっていう部分ではまあ、ちょっとこう少ないというか、そうですね、うん、だ今シーズンは本当こう縦に速いサッカー、うん、あの本当でも今世界的に見ても縦に速いサッカーがめちゃくちゃゴールに向かってるもんね。ゴールに向かってるサッカーが主流となって、逆にこうシティみたいなサッカーがちょっと少なくなってきてるの中で、こう縦に速いサッカーが主流になってきて、ボールをこう外に外回し、今年のセレッソはやっぱ外回しがメインだったから、中にこうなかなかボールが
をつけるシーンが少ないっていうのは、うん、まあこういろいろサッカーが変わっていく中でこう思ってたりはしたんですけど、うん、こうじゃあ外回しは外回しで全然俺はいいと思うし、うん、それを踏まえた中での、うん、じゃあ次中で、うん、っていうのも、うん、あのいいかなと。そこのやっぱバリエーションを増やさないと、うん、もう次外回しがどんどんもうはめられてるシーンは、うん、そうあったんで、まあ、ちょっと中々攻めて、まあ、散らして、うん、まあ、そこのやっぱバランスもうまくこう見ながら、うん、基本的にボランチもう本当でも、ボランチこれ3試合したんですけど、うん、もう徳間と奥と、うん、この力とか日向とか、うんうん、そのこのボランチの選手ってすごいなっていう、また新たな景色が、また新たな景色と運動量と球際と、うん、なんかもうやっぱ ここの選手の重要性っていうのは、うん、やっぱすごいんやなっていうのを感じたんですよ、うん、もうそれはもう奥、うん、今年はもう力も怪我してたから、うん、奥と徳間は、うん、あこの二人はこんだけきついことをチームのためにやってるんやっていう新しい発見がありました。それできるとやっぱな、はい、でやっぱそのフォワードに入ってもジョーとムツキの、うん、あんだけの運動量はなんだあいつらはって、うん、やっぱ尊敬するし、入った中で自分がだから新しい発見というか、うん、あこいもうボランチ2人、うん、前2人がこいつらはこんなきついことをチームのために必死にやってくれてるんやなみたいな、そりゃ使われるよなっていうのもやっぱあったし、で最終戦はねやっぱこうボランチまたやらせてもらって、うんうん、まあでもちょっとなんか自分の中で最終戦はほんの少し吹っ切れたかなって、うん、いや一番ボランチっぽかったというか、そうですよね、うん、やっぱこう前の2試合とかはやっぱその臭いばっかり狙ってるとか、はい、なんか勝負のパスを慶応から出そうとしてるっていうのが多く見られ、うん、まあフリーなだけに、はいはいはい、けどやっぱこうなんだそのボランチっぽいっぽいっていうとあれなんやけど、いやそうなんですよね、なんかちょっとこう揺さぶってそうながら、はい、もうずっと探りながら、はい、閉じ差しながらのそうなんですよね、だからちょっと、まあ、広げながらの最終戦でのボランチは、うん、ちょっと待ってください、すごい良かったの、まあ、ほんま、まあ、今言うたようにその前線2トップ、はい、ね、ボ2ボランチっていうのは、はい、あんまこうセレッソの今年の象徴というか、象徴ですね、やっぱあそこのあの強度でいけるっていうのは、ね、もちろん他のポジションもねすごいけど、いやもちろんそのサイドね、タメとかマイクとか、うん、もちろんあの上下あって、はい、でまあセンターラインもこう、うん、センターバックもね、ね、もちろんやけどやっぱそこであの強度でできるっていうのはう、ね、もうこう今シーズンのこうセレッソのこう成績とともに、逆に俺が左とか右をもしやったとしたら、うん、いやマイクとタメすげえなってやっぱ、うん、絶対思っと思うんですよ、まあ、今年こう前とボランチをしたから、うん、うわこの何フォワードのやつとボランチの選手はもうすごいなってやっぱ感じたんですよね、うん、そ, そういう、まあ、チームとしてやっぱ、まあ、いいんやろなって思う、いやいやそうやってその起用から聞いて、みんなでも途中から入る選手は、うん、マジできついわみたいな、やっぱきついんですよ、うん、あの強度はやっぱ途中から求められるからきつかったですね。で、まあ、それをしない、まあ、それに気づけたことも良かったし、うん、そうやね、まあ、そういうのもあったし、だからなおさらしないといけないっていう気持ちも芽生えるんですよね。確かにな、はい、やけど器用のこのアディショナルタイムのパズリッキが決めたあのクロスから、はいはい、あれ監督がもう今シーズンの一番印象に残ってるプレー。お、マジですか。清武、清武のボール最後パトリッキー、清武から最後パトリッキー、後半アディショナルタイム、今日は追加点で2対1。間で清武が打ってて右足でカーブで落とすようなダックサイドへのボールでしたね。いやこれは本当によく見てて素晴らしいボールでしたね。ちょうどディフェンスラインの間、これカーブで落とさないと間には落ちないんですよね、はい、まあ、ボールの質が素晴らしい。ただもうそのプレーどうこうとか綺麗なシュートゴールとかじゃなくて、あれ負けたら
あれ、まあ、引き分けで全然勝ててなくて、はい、で清が復帰してあのクロス、あの途中から出て、はい、ゴール決めた時にあやっと清がこう心臓として戻ってきてくれたなって、思ったって言ってたから、いやもう監督からそんな信頼されたことないから常にギリギリのラインで勝負してたから、なんかやっぱ清すげえなとか、まあ、だからその強度っていう部分ではいろいろ考えることあるけど、右でようが左でようがボランチでようがツートップの一角で出ようがもういやもっとすごいことやってるなっていうのは客観的に見てやで、うん、もう常に思ってるから、まだそのためのすごさとまたちょっと全然違うし、あのマイクのすごさとはまた全然違うから、いやもうちょい自分のストロングをこう考えてもいいんですかね。いや俺は考えててほしい、その一ファン的な目線で、はいはい、だからもうあの最終戦のあのドリなんてさ俺いつ以来見たかなと思って、あのドリでしょ、みんなからびっくりしたんですけど俺、いやけど俺はできんの知ってるやってたから、そうね、そうそうそう、みんなからめちゃくちゃ言われたんですよ、あそう、あの試合終わってキヨ君やばくねみたいな、あんなできるみたいな、舐められてんなちょっと。マジ舐めてますあいつらは。いや、結構ああいう感じだったよね。なんかスルスルこくん。はい。ああいう感じだったんですよ。な。でちょっと自分でも驚きましたもん。まだできるなと。できるよ全然。ちょっとこれ長く行き過ぎたな。まだいけるけど俺は。だけどね、セレッソ、まあ若手がさ、はいはい、まあ育ってる、まあ北野ネルソン、龍也、まあ主にやけど。まあ、その清自身がこう経験を伝えるとかさ、まあ、なんかこうコミュニケーションを取る部分でなんかそういう話だったりとか、なんかなんかの映像でやっぱ若手が伸び伸びしやすいようにそういう環境というかそういう雰囲気を作るのがこう一つ重要なことみたいなのを、ね、聞いたことあんねんけど、まあ、何をもって伸び伸びかってやっぱ考えると、うん、まあ、ヘラヘラしてこう練習をダラダラすることが伸び伸びさせてるっていうわけじゃないと思うし、やるときはやる、全然ヘラヘラするときはする、やっぱピッチとピッチ内とピッチ外ではやっぱ使い分けないといけないから、そこはまあ僕自身だけじゃなくて、まあ監督含めて今年はそれがこう結構うまくいったんじゃないかなって、だからメリハリ、メリハリが相当うまくいってるなっていう感じはありました、うん、だからネルもそうやし、ソータもそう、うん、でリュウヤも、まあ、リュウヤはねちょっとなかなかこうトリとの競い合いでこう、うん、今はこうなかなか出れない、うん、シリーズだったんですけど、あいつはあいつでもう元々持ってるものがこう、うん、真面目な性格やから、うん、しっかり自分のことに目を向けて、うんやってるから俺は全然あいつのことは心配してないですよ、もう自分の自分にフォーカスを常にしてる選手やから、 あとはこうネルとかねソータがじゃあこれからどういう風になっていくんやろうっていうのはすごい楽しみだし、どんぐらいこう自分のサッカーのことについてこうフォーカスしてやれるのかなっていうのは楽しみですね、めちゃめちゃ。若いもんね、他にもまあ全然若い選手いっぱいおるけど、ね、まあ、監督はまあ日常が全てって言ってる、ね、まあ、その生活リズムだったり、まあ、そのそれは言ってますからね、まあ、グラウンド内で の、その練習で 100% やるっていう部分で、まあ、そこに対してもやっぱこうプレーしやすいだったりとかっていう部分は 若手とか若いやつにはこう器用だったり、まあ、そういうチームの雰囲気が作られる、まあ、雰囲気でやっぱ作っていかないといけないし、うん、こう、まあ、俺はもう怪我が怖いんで、うん、もう準備もするし、うん、ストレッチもするし、でも筋トレも好きなんで筋トレもするし、うん、で、まあ、俺はそういうのを見て欲しいんですよね。まあ、怪我が増えて、まあ、増えてきて、うん、あ、準備の大切さっていうのは、まあ、俺は感じたし、うん、だ時代も変わってきて、うん、全く準備をこうしないでいくっていう選手が今のセレストにはこうほぼほぼいないんじゃないですか。みんなこうストレッチボール持って準備してやるみたいな、うんうんうん、本当に、まあ、まあそれがけど、まあ、言い悪いは、まあ、そのそうそう、まあ、個人的なあれはあるんですけど、まあ、ちょっとでもそういう習慣ができれば、まあね、絶対にいいことやと思う、まあ、練習に
スイッチがパッて入るんで、うん、もうこれやったら練習やなみたいなスイッチが、まあ、そういうルーティーンだったりっていうのもね、そうそうそう、絶対必要なことだと思うし、はい、まあ、そこでやることによって モチベーションがこうガタガタせえへんから、そうですね、準備していったらそのまま、はい、そのまま練習で気持ちも切り替えて、うん、まあ、終わったら終わったで、うん、もう全然もうスイッチは切っていいし、うん、そこのメリハリがうまく今年はできたんじゃないかなって、まあ、キーを含めて、まあ、いろんなこうやる選手が、はい、そうですね、でそれを見て若手もそれを、そうそうそう、はい、すごいいいサイクルだと思うな、いいサイクルで本当回ったかなってやっぱ思いますね。まあ、北野、ネルソン、まあ、龍也、龍也はまあ自分にフォーカスできてるしっていう、もうやっぱすごいっすよ、すごいよな、俺見た中で、あの髪型からするとアホほどチャレンかなと思ったらすごい高青年で、いやもうな、すごいなと思ったで、まあ、北野やらネルソン、まあ、北野はしてるよ、太田はもう、ね、バカチンだから、確かにね、バカチンだから、あいつがどんぐらいこれから行くねん、うん、ね、ネルも真面目なタイプだから、ね、静かね、もの静かな感じで、北野さんですね、あの勢いが確かにどこまで行くんやろうなっていうのはあるんですけどね、まあ、あいつもでも根は真面目だから、うん、まあね、はい、そうそうそう、まあ、けどまあだから企業自身はこう若手に伝えるっていうか、まあコミュニケーションもちろん取りつつやけど、そうですね、もう言ったらもう俺がいじられるんで、うん、若いやつから、逆に俺そうだからめちゃくちゃいじられるんで、あいつな怖いな、あいつ怖いっすよマジで、まあでもそれがいいんやろうなっていう、うん、だからまあほんま雰囲気作りだったり、はい、こうまあ企業のやってることを見てみんなこういい感じな、みんなのこうやってるの姿を見てみんなだからまあこうやって伝えるとかそういうのはもちろんやけど、こう雰囲気だったり、もしなんか違うことがあったらまあもちろん俺は言ってるし、はい、まあほんまルヴァン決勝の前日練習とかさ、結構みんなふわっとすんのかなと思ったら、やっぱ清が強い言葉で、うん、あやるぞやるぞっていう声かけをすごい印象に残ってて、あ、清そんなにできるようになったのみたいな、いやなんかお前一番列の後ろでヘラヘラしとったやんっていうのはまあヘラヘラもしてないで、まあ、清もこれを巻いてキャプテンマークを巻いて試合に出るのがやっぱり全然巻くのと巻かないとその責任感の強さ違うんですよ。じゃあ清武使えねえな。何食ってるかもグミ。A sustainable future. Yanmar.